はい、皆さんこんばんは。仏教神学研究会の秀明彦と申します。よろしくお願いいたします。前回の動画でですね、謙遜会のが目指している、大勢寺の階段の大本尊の国教化、そして国立階段の建立が憲法20条に違反であるというお話をして、問題はですね、この何を国教にするかとか、どういう内容の国立階段にするかが問題ではないんですよ。国教にすること、何かの収支を国教にすること、あるいは国立階段を建立すること自体が憲法20条に違反するということなんですよね。これはね、収支の中身の問題じゃないんですよ。はい。憲法、日本国憲法の20条ですね。信教の自由は何人に対してもこれを保障すると。いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。何人も宗教上の行為、祝典儀式または行事に参加することを強制されない。国よりその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと、こういうふうにあるわけですから。例えば、憲章会のようにですね、階段の大本尊を国教にする、国立階段を建立するということはですね、まずですね、ある特定の宗教が、国から特権を受けるということになりますね。国立階段を建立するわけですから。他州の人が、要するにこの憲章会に入ってない人の信仰がですね、侵害されるわけですよ。はい。ですから、何人も宗教上の行為、または儀式、または行事に参加することを強制されないと。また、その国及びその機関は宗教というか、その他いかなる宗教的活動もしてはならないというわけですから、国立階段を作るとかですね、国境にするっていうのはこの3条には明らかに触れるわけですね。ですからこれはもう、この国立階段建立、国境にするっていうのは明らかにこの日本国憲法20条に違反であるということになるわけですね。国立階段建立が憲法20条違反であるということを過去に指摘した人もおります。それはですね、1970年。4月8日付のでですね、共産党の谷内善太郎代議士という方がですね、当時その創価学会が国立階段の建立を目指していたということで、創価学会の国立階段建立は憲法違反ではないかと、そしてその憲法違反をの国立階段を目指している創価学会の活動自体も憲法違反ではないかという趣旨の質問趣旨書を出したわけですね。これに対してこの質問趣旨書をしたわけですから、この政府が創価学会に紹介をしたと。そうすると創価学会がこれに対して、回答を出したんですが、創価学会はその国立階段を目指していませんと。今その当時ですね、大勢寺の境内に、総本堂という堂を建設中だったんですが、この総本堂が本門の階段であるという回答をしたわけですね。でまあまあごまかしてしまったわけですけれども、そうするとですね、まあこの趣旨から言えばですね、当時はこれは創価学会に対してその国立階段憲法違反だという趣旨のことの質問趣旨だったんですが、現在はこの憲章会がこの国立階段を目指したわけですから、憲章会のこの国立階段建立も憲法20条違反であり、その憲法違反の国立階段を目指している憲章会の活動も憲法違反ではないかということになるわけですね。まあ、これは1990年にですね、憲章会の浅井翔英会長が書きました、なぜ学会員は功徳を失ったのかという書物なんですが、この中にですね、明らかに、
もし国境を国家が根本の指導原理として尊する教法と定義するならば、三大秘宝こそ日本の国教たるべき教法であると。そして、本門の三大秘密の法、勅撰密教書をもって擁護すべき戒断の大御本尊とはまさしく国教そのものではないかと。こういうふうにですね、この191ページに、明らかにこの浅井翔英会長が述べているということなんですね。ですから、これはもう明らかに、これはもう会長自らこういうことを説いているということであります。で、このですね、まず、国立会談とか国教が、この憲法20条に違反するということをもうちょっと掘り下げてみたい。民主国家においては、この政教分離ということが、どの国でも規定されてるんですね。日本でも、この憲法20条に、この政教分離、政治と宗教の分離ということが規定されております。これはもうどこの民主国家でも同じでありますね。で、この政教分離というのは、昔は政教分離じゃなかったんですね。政治と宗教をくっついてたわけなんですけれども、これは非常に、これによってですね、いろんな間違いが起こり、いろんな損害が起こったと。戦争とかですね、いろんな災難があったということで、過去の失敗を生かしまして、政治と宗教を分離するということに発展してきたわけですね。ところが、この民主国家にの政教分離ということが規定されているこの現代において、これに逆行するんですよ。これ、国立会館とか国教にするっていうのはですね、これいうのはですね、一般的にこのアナクロニズムというふうに言うわけです。もう時代逆行ですね。だって、政教一致の時代はどんな弊害があったのかということですけれども、その特定の宗教を国教にすることによってですね、その宗教以外の他の宗教の人たちの信教の自由が侵害されたということですね。そうなりますよね。そしてですね、宗教、特定の宗教がその政治権力を持つことによってですね、要するに、自分のところの宗教が正しいんだと。それで、他の宗教は異端だということで、武力とか軍事力を持ってですね、潰しにかかるという、そういう戦争がもうヨーロッパでもう頻繁に起こったわけですね。そういう、これが一番大きな災難でありますね。日本でもですね、かつて国家神道というのがあって、国家神道でもう軍部がこの国家神道を利用してですね、日中戦争とかですね、太平洋戦争に突入していったと。当時、その第二次世界大戦の最中なんかですね、神風が、日本は戦争に不利になっても神風が吹くんだなんていうようなことをですね、軍部が平然とそんなことを言っていたんですけども、そんなもん神風を吹かずに負けてしまったということがありました。そういう過去の災難を、二度と起こしてはならんということで、例えばフランスですね、1905年に政教分離法という法律が決まって、もう政治と宗教完全に分離されていると、フランスはですね。で、この政教分離法によってですね、初めて国家の宗教的中立とか、国家は無宗教であると。あるいは、国家の宗教的中立が無宗教になることによって、ありとあらゆる信教の自由が保障されるということになるわけですね。ですから、特定の宗教、この場合、検証会になりますが、特定の宗教を国教にするとか、国立会館にするっていうことは、もう完全にですね、もう信教の自由は侵害する。政治権力を持つことでですね、他宗の存在すら危うくなると。
もう要するに民主、この信教の自由というのはもう民主主義の根幹の一つでありますから、もう民主主義の根幹を揺るがすということになるんですね。ですから、まあ、この検証会の活動というのは本当に憲法違反であり、こういう活動をですね、まあ、このまま座視すべきではないんではないかというふうに考えるわけです。日本でもですね、私はその政教分離法というふうにですね、そういう法律を作るべきではないかと。先ほどのですね、この憲法20条ですね、日本国憲法20条にこの信教の自由が条文があるわけですけれども、はっきりとね、例えばその国境にすることはですね、まあ、違法だとかですね、あるいはこの国、政治上の権力を行使してはならないということがあるのに、創価学会が公明党を作って、政治進出してきたと。これはやはり政治、そのいかなる宗教団体が政治上の権力を行使することになるんではないかというふうな、議論が起こっているんですけれども、はっきりとした解釈は出ていないと。まあ、学者はですね、まあ、これはそうだという意見とそうでないという意見があるわけですけれども、そのはっきりとね、これが公明党が政教分離に違反するかどうかということに対してはっきりとした見解がないわけですね。ですから、まあ、私はですね、この創価学会の公明党の問題とか、あるいはこの検証会の問題とか、まあ、次から次からですね、そういう問題が起こるわけです。例えばオウム真理教もですね、例えば自分のところで政党を作って政治進出を図ったことがありました。あるいは他の新興宗教でもですね、政党を作ってる新興宗教ありますね。ですからやはりこの政教分離法というのを作って、はっきりとね、この国家の宗教的中立とかですね、国家はもう無宗教であるということをですね、はっきりと法律で規定すべきではないかと私は思いますね。ですから、まあ、この、まあ、最初に、まあ、公明党が、創価学会の公明党を作ったのは1964年ですか、もう50年以上前なんですけれども、もうそれからもうかなり時間が経ってるわけですけれどもね、もうこういう問題を曖昧にすべきではないと時代に来てるんではないかと思います。このようにですね、カルト宗教の問題はまだまだ根が深い、別に根が深いものがあります。今後とも動画をアップしてまいりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日はご清聴ありがとうございました。